どうも、ゴルフの三せです。いつもありがとうございます。今回は、ドライバーショット、クラブヘッドを前に押し込んでいくと、遠くへ飛ぶよ。こう言われたときに、どういうスイングをすれば、それが押し込んでることになるのか。これを解説していきたいと思います。遠くへ飛ばしたい。こういう思いを持っている方、本当に多いんですね。まあ、当たり前です。このゴルフっていうのは、遠くへ飛ばした方が、まあ、気持ちがいいし、有利だし、まあ、距離は全ての方が求めていると思いますので、クラブヘッドを押し込め。よくわかんないよ。 え、これについて解説していきたいと思います。私、三谷は4000名の方が通うスクールで普段レッスンさせていただいてます。皆さん、本当にいつも感謝してます。大好きです。そして動画を見てくれてる皆さん、クラブヘッドを押し込んだら遠くへ飛ぶよ。では、早速いきたいと思います。え、クラブヘッドを前にぐーっと押し込んでいくような感じで打っていくといいよ。え、こんなこと言われた方、結構いるんじゃないかなと思います。じゃあ、これどういう動きをすれば、その押し込んでることになっているのか。え、これをですね、少し覚えてほしい。えー、ですね。じゃあ、これって、 スイングのこの形、動き、部分、それはどの部分なのか、まあ形としてはですね、ちょっとスイングをしてみると、こんな感じですね。まあすごくスピードがこうついてる状態で打ち抜かれていくわけですが、この右の肘、これがですね、一気にぐーっと伸ばされます。この伸ばされた時に、さらにですね、両方腕が回転して、一瞬両方、右の腕も左の腕も、 伸びた状態になります。ただその時に回転はしてますが、とにかくクラブヘッドが自分から一番遠いところに伸びてる状態になります。この肘が引けたり、引けたりするとクラブヘッド近くになったりするわけですが、腕が伸びてる状態が一番遠いんですね。ですから、右の肘が伸ばされ、腕が回転された状態で振り抜かれているこの形、これがクラブヘッドが前に押し込まれている状態になります。基本的にはクラブヘッドドライバーショットというのは、 アッパーブローで打っていくということなんですが、これは結果的にアッパーブローになるというだけで、無理やり下から上にすくい上げましょうと言ってるわけではないんですね。この適正の軌道を描いてですね、ズバーッと振り抜かれていく。 これは腕がぐーっと伸びてですね、前に押し込んだ形になっているんですが、物理的には地面からかなり離れてますよね。ですからこの部分の方が圧倒的にクラブは地面に近い。振り抜かれた後は前に押し込んでいるようではあるんですが、このクラブヘッドっていうのは地面から確実に離れてますので、ちゃんとアッパーブローで捉えていることになります。ですから自分の持っている感覚と実際の物理的な動きというのは少しこう乖離があるというか、ズレがあるんですね。 なので、自分としては、クラブヘッドを上から下に向かってズバーッと押し込んでいくような、そういう感じ。右の肘が一気に伸ばされて、両方腕が伸びた形になっていると、これはクラブヘッドをですね、前にぐーっと押し込んでいるような形。それが、ボールをですね、強くヒットすることにつながり、遠くへ飛んでいくということになります。ですから、この状態から、しっかり押し込まれて。ですが、結果的には、 その物理的にはですね、アッパーブローで捉えることになりますので、えー、適正のその弾道になっていくということになります。えー、こんな風に、実際のボールのクラブヘッドの、ボールじゃないですね、クラブヘッドの動き、えー、これがどういう風に動いているのかということと、自分がどう感じているかというのは、えー、ズレがあるよ、えー。このズレがあるということを認識してないと、おそれを無理やりやろうとしてもですね、えー、それでどういうことなの押し込めって言われても、このままこうやってやればいいの、えー、そんなことは当然、えー、スイングとしてはできませんので、 え、このずれた時に、いやでもこれじゃあ上に上がっちゃうんだけどな、えー、どうやってやればいいかよくわかんないんだけど、意味がわからないんだけど、えー、そういうことがあったりします。で、このゴルフのいろんなこう技術というか、そのレッスンをしていく中でのこの表現というのは、結構そのゴルフ独特なものがあったりします。ですから、ゴルファーの方が使う言葉、 みたいなのは、一個一個覚えていくと、それはやっぱり上達につながっていきやすいと思いますので、このチャンネルではですね、このゴルフでよく使う言葉、これもですね、合わせてこう解説していこうかなと、最近思ってます。ですから、こういう言葉解説してほしいとか、これどういう意味とかね、それどうやってできるのとかね、そういうちょっと疑問とかあれば、コメントの方にですね、書いていただくと、それについて解説できるかなと思いますので、ぜひ皆さんの疑問をですね、ぶつ,あのぶつけていただければ嬉しいです。 今回は、クラブヘッド、ね、押し込めとなればですね、それはどういう形になっていればよいのか、実際の感覚だったり、実際の動きだったり、そういうところも合わせてですね、認識していただくっていうのが大事になりますので、皆さんそれを覚えた上で、上達に向かって練習してみましょう。最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後の高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。